岩屋ダムは、岐阜県下路市、一級河川、木曽川、水系混ぜ川に建設されたダムである。独立行政法人水資源機構が管理する高さ127.5メートルの、傾斜土質社水壁型ロックフィルダム。木曽川水系水資源開発基本計画に基づく、混ぜ川総合開発事業の中心事業として、建設され、混ぜ川及び合流先の飛騨川、 基礎川の洪水調節と愛知県西部、岐阜県南部、三重県北部への灌害、上水道、工業用水の供給、さらに中部電力の混ぜ川第一発電所による水力発電を行うことを目的とする多目的ダムである。東海三県の水亀の一つ。ダムによって形成された人造湖は東仙境金山湖と命名され、日田川流域最大の人造湖である。 岩屋ダムの計画は中部電力による日田川流域一貫開発計画により1960年に持ち上がった。すでに朝日ダム、秋上ダムを皮切りに日田川流域のダム式発電所による電源開発が進められ、この当時は日田川最上流部で高根第一ダムと高根第二ダムによる用水発電所、高根第一発電所の施行中であった。中部電力は マゼ川中流部に大規模なダムと用水発電所を建設し増大する電力需要に対処しようとした。岩屋地点に計画されたのは、日田川流域でも大規模なダム計画であった。時を同じくして中京工業地帯の発展に伴う中京圏の人口及び工業生産は増大し、水需要は逼迫していた。また、愛知溶水の整備後も拡大する農うへの新規、 考えを行うための水源整備も検討されており、こうした事業も岩屋地点のダム計画に注目した。農林省は、国営農備大に下流土地改良事業などの水源整備を行う、基礎川総合理水事業計画を、経済企画庁は昭和38年度総合開発調査の地点選定を行い、その水源地候補として、両者ともに岩屋地点を選定した。 これら事業者間の相互調整を実施するため、通商産業省は昭和38年度総合開発調査に沿った現地調査を実施。その結果、有効貯水容量が1億トン規模のダムを建設するのが適当であるとの結論に達した。一方、伊勢湾台風以降の総合治水対策を検討していた建設省は1964年より、 木曽川水系の計画工水流量を見直していたが、この中で岩屋ダム計画への参入による日田川、木曽川の洪水調節を行うことが妥当との結論に達し、河川管理者として建設省が治水事業への参入を行った。さらに木曽川水系は1966年水資源開発促進法による水資源開発水系に指定され、 名古屋市への上水道供給を視野に入れた総合的な水資源開発が水資源開発公団によって進められるに至り、当初発電用ダムとして計画されていた岩屋ダムは地水、利水のようとなる多目的ダムとして計画が大幅に拡大された。こうして建設省、水資源開発公団、通商産業省、農林水産省、 経済企画庁の誤社による調整を経て、1966年の第43回電源開発調整審議会により多目的ダム事業と発電事業の2部門を柱としたダム事業が決定した。当初は電気事業者である中部電力と 河川管理者である建設省中部地方建設局が共同で事業を行っていたが、その後、基礎川水系水資源開発基本計画の改定に伴い治水と利水事業については、水資源開発公団へ事業移管され、以降事業主体である水資源開発公団と電気事業者である中部電力による共同事業として施行が開始された。 1971年より工事が開始されたが、施行は中部電力によって行われた。そして10年の歳月を経て1976年に完成した。岩屋ダムの目的は、基礎川下流部において、計画降水流量毎秒1万6000トンの、内毎秒3500トンをカットする、洪水調節、名古屋市、愛知県尾張地域、岐阜県中西農地域、 三重県北勢地域への上水道供給、中京工業地帯及び愛知、岐阜内陸部の工業地域に対する工業用水、灌外、水力発電である。灌外については、農林水産省管轄の水資源開発公団に、港が管理する基礎川用水上流部の水源である。岩屋ダムによって蓄えられた水は、鴨郡白川町に建設された。 上浅尾ダムの貯水池に設けられた白川取水口より取水され、トンネルを通じて、美ノ加茂市の八谷調整地、上伊賀調整地で一時貯留された後に、美ノ加茂市、関市、八尾津町などの木曽川湖岸地域約4000ヘクタールへ、新機能業用水を供給する。混ぜ川第二ダムまた、電気事業者である中部電力は、混ぜ川第一発電所にて、 岩屋ダムと同じ1976年に完成した直下流の混ぜ川第2ダムとの間で用水発電を行っている。2台の水車発電機を有し、合計最大出力は28万8 0 0 0ット採用された立軸系車流、ポンプ水車の出力は世界最大の14万9 0 0 0ットである。木曽川水系では奥見の発電所、 高根第一発電所に次ぐ出力を誇る。こうして、岩屋ダムは、木曽川地水のようとして、また、名古屋市をはじめとする東海地方の水亀として、味噌川ダム、牧尾ダム、上川ダムとともに、重要な役割を果たしている。天道86号、混ぜ大橋上流の混ぜ川岩屋ダムによって、形成される、人造湖は東仙境金山湖と名付けられ、 東海三県の水亀である。固定にはかつて旧マスラ金山城東地区及び、マゼ村の住民157世帯が住んでおり、ダム建設によって住み慣れた故郷を離れる苦渋の決断を行った。ダムサイト棒には水没住民による傍強の石踏みが混流されており、名古屋発展のために犠牲となった住民の苦労を忍ばせる。その名古屋市と下路市との間では、 毎年、上下流住民交流事業が行われている。なお、水源地域対策特別措置法の指定は受けていないが、これは施行の直前に保証交渉が妥結したことによる。東ずま金山湖は、日だ地方における、紅葉の名所として有名である。また、マゼ川は、アユ釣りで有名な河川であり、シーズン中は、多くの釣り人たちが繰り出す。ダム下流砂岩にある、 岩屋岩陰遺跡は古代の天文台として発掘された遺跡として有名である。ありがとうございます。